ティレル002は、ティレルが1971年の F1、世界選手権3専用に開発した F1 マシン。設計は、デレック・ガードナー。基本的には、ティレル001と同じデザインであったが、いくつかの細部の変更が加えられた。また、フランソア・セベールは、ジャッキー・スチュワートよりも背が高かったため、レ0レーには、モノコックが延長された。 フランスはセベールは1971年シーズンの前線でレ0ニをドライブした。レ0 2レのデビュー戦となった1971年、南アフリカグランプリでセベールはアクシデントのためリタイアとなった第2戦のスペイングランプリではポイント外の7位となる。続くモナコ、オランダと2戦連続でアクシデントのためリタイアとなる。 第5戦フランスグランプリでセベールはチームメイトのスチュワートに次いで2位に入った。イギリスグランプリでは10位に入る。ドイツグランプリではフランス同様スチュワートに次ぐ2位となった。第8戦オーストリアグランプリではエンジントラブルのためリタイアとなる。イタリアグランプリではピーター・ゲシン、ロニー・ピーターソン、マイカ・ヘールウッド、ハウデン・アンレイとの競り合いの末3位に入った。 第10戦カナダグランプリは64周を終えたところで悪天候のためレースは終了となりセベールは6位となった最終戦アメリカグランプリでセベールは自身唯一の勝利を挙げるこの最終戦ではジャッキー・スチュワートがポールポジションからリードしたが10ラップを過ぎた頃からタイヤの状態が悪化し後続との差が詰まり始めたスチュワートはセベールのタイヤの方が 暑さに対して良好な状態を保っていることに気づき、セベールが彼の後に着いた後、14周目に先行させた。3位を走行していたデニス・ハルムはタイヤの異常な振動に苦しめられ、ジャッキー・イクス・クレイ・レガゾウに、ジョーシ・フェールと順に抜かれていった。イクスは17周目にスチュワートに追いつき、セベールのリードは5.7秒になっていた。レースが半分を過ぎた頃、 セベールは、スチュワートと同じアンダーステアに苦しめられるようになった。イクスが接近し、彼のファイアストーンもレースが進むにつれて良くなってきた。43周目にイクスは、ファステストラップを記録し、その差は2.2秒に縮まった。49周目に、イクスのフェラーリのオルタネーターが脱落、ギアボックスに穴を開けコース全体に、オイルがまき散らされた。ハルムは、 オイルのためにスピンし、コースバリアに衝突、フロントサスペンションが屈曲した。セベールが同様にバリアに接触したとき、ハルムはコース脇に立っていた。セベールは接触にもかかわらず、コースに止まり、29秒のリードを保っていた。セベールは打声で走り、ゴールラインを越えたとき両手を振った。チェッカンフラッグを受けた後、セベールはチームメイトに頷いた。 私は5万ドルの勝利でかなり気分が良い。はじめはスチュワートを追い、そして先に旗を立てた。ジャッキー・スチュワートは非常に賢明なドライバーであり、非常に良い先生であり、彼は私を先に行かせたと語った。拡張されたワットキンズ・グレンで行われた最初のレースであったが、それはセベールにとって最初で唯一の勝利となった。 1972年開幕戦のアルゼンチンでセベールはギアボックストラブルのためリタイアとなり不運なシーズンスタートとなった第2戦の南アフリカでは9位となる続くスペイングランプリではイグニッションのトラブルでリタイアモナコグランプリでは悲観燥扱いとなった第5戦ベルギーグランプリではジャッキー・スチュワートが異界洋のため欠場しティレルは セベール一大体制となった。セベールは、ロータスのエマーソンフィッティパルディに次ぐ2位となった。フランスグランプリで、セベールはプラクティスで新車の006をドライブしたが、クラッシュ決勝では002を使用、4位に入った。イギリスグランプリで、セベールはスピンし、コースオフしたが、ロニー・ピーターソンのマーチが残り2周で、エンジントラブルを起こし、停車していた。 セベールのティレル及びグラハムヒルのブラバムに衝突した。続くドイツグランプリでセベールは10位となりオーストリアグランプリでは9位に入った。イタリアグランプリではエンジントラブルのためリタイアとなったがこれが002にとって最後のレースとなった。次戦のカナダグランプリからはティレル005が投入された。1ティレル002が獲得したのは13ポイント。 残り60ポイントは、ティレル001及び003によるポイント。2ティレル002が獲得したのは6ポイント。残り45ポイントは、ティレル003及び004、005、006によるポイント。ありがとうございます。